皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ。MLB、ドジャース6、ボロッキーズ、日本時間23日、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平投手は22日、日本時間23日、本拠地ロッキーズ戦に1番、指名打者で先発出場し、1点を追う9回の打席で53号ソロを放った。2試合ぶりアーチで、 53本塁打 &55 盗塁53から55に伸ばした直後にムーキー・ベッツ内野手が19号を放ち劇的なサヨナラ勝ちを収めたこの日は5打数4安打2得点2盗塁の躍動打率を301とした実際の映像9回同点弾におたけび本拠地総立ち 低めの球を豪快に振り抜いた大谷翔平の53号1点差の9回、大谷は2試合ぶりの53号を宇宙間へかけた。本拠地での28発は2019年のコーディ・ベリンジャー、ゲン・カブスを抜いて球団新記録となった。打球速度114.7マイル、約184.6キロ、飛距離432フィート、約131年7月メートル。 角度20度の豪快弾だった。続くベッツは左越えサヨナラ弾、土壇場で劇的なサヨナラ勝ちを収めた。試合前まで52本塁打、122打点はリーグ2冠を独走。4戦5発の量産体制で、両リーグ最多55本塁打のヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手に再び2本差となった。シーズン55発ペースとなる、4点を追う3回1・1塁。 右前打で出塁続くベッツへの4球目だった二塁盗塁を決めたが後続が凡退して得点にはつながらなかった2点差となった7回1死でも右前打を放ち続くベッツの打席で二投を決めた7月25日同26日の本拠地ジャイアンツ戦から32連続成功盗塁成功率は93.2%だ シーズン換算では日本人記録となる57盗塁ペースとなった。2死後、フリーマンの中前的時打で生還した。シーズン127得点は2001年一郎に並び、日本人シーズン最多得点となった。そして劇的本塁打でシーズン得点は128。八。一ロを抜き去った。レギュラーシーズンは残り6試合。地区優勝へ負けられない戦いが続く。 ヒリヒリする9月の戦いが続く中で大谷がどこまで前人未到の成績を伸ばすのか注目だ。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。